はい、おはようございます。5月の31日ラストデイ、朝の見回り行きましょう。はい、行きましょう。よいしょ。ね、音どうなんだろうね。ピンマイクを新調しました。はい、これそう、前よりちょっとでかい感じね、撮ってくれるといいんですが、ね、はい、天気はちょっと曇り、曇り、頼む、雨は降らないでくれ。あ、でも午後から晴れてくるそうですよ。まだ台風は沖縄の下あたりに、うんうん、今宮古島が暴風域に入ったとか。大変ねえ、みたいなちゃん油つくよ。うん、あ、朝ごはん、うん、もうすぐコニタンちの子になる。そうね、はい、準備が整ったらコニタンちの、そう、このお皿持ってる。あ、持ってる。そう、誰にも使われることなく箱に入ったまま。そう、このお皿もう割れてる、一度割れてるので。すごいね、俺なら直す気にならないよ。うん、うん、ちょっと悲しむけど、ちょっと高いから。とても悲しかった。あ、自転車倒したんだっけ。そうですね、買ったばっかで自転車倒して粉々に。そう、よいしょ。でもちゃんとね、直そうっていうね、貧乏根性が出てしまう。大事だと思う。何でもかんでも買い替えたらお金なくなっちゃうし。まあ、物にはよりますけどね。うん。よし、まあ、壊さないのが一番ね。今日は涼しいね。うん、でもまだ山がはっきり見えるから。うんうん。よいしょ。なんか東京、あ、東京。はい。まだ未だに俺は東京の予報しか見てねえな。変えよう。もう1年以上。伊佐との予報も見てください。ZIP 見てても俺東京の話しか見てねえな。おお。どうなんだろう、ここは埼玉でもないんだ。群馬の方が近いのかな。いや、熊谷で見ればいいのか。熊谷っていう、そう、熊谷が一番近いと思う。あ、そう、ナンバープレート熊谷って書いてました。うん、そうなんです。なんか増えてるし。こちらは近日、まだ乗れませんが。塗ったの。いや、もうこの色で。乗ってる段ボールは何？濡れてる。整備中のため使用禁止です。なるほど、なるほど。そう。いいでしょ。屋根下に置けばよかった。まあ、そうね。濡れても大丈夫なのかな。そう。よし。ダチョウを見ながらブランコに乗れるように。でもいい、いい、あのブランコ乗ってみたいね。卵が2個見えるな。いっぱい拾いながら行きましょう。おじいちゃんもちょうどよくそこに。はい、おはよう。おはよう、ダチョウのすけちゃん、キブハ。あそこのさ、屋根のとこにさ、キャンが来るとさ、ちゃんと触らせてくれるの。へ、うん、触れる。うん、ここはね、逃げられちゃう。そうね、ダチョウのすけも触らせてくれるけど。よいしょ。最近俺が一人でさ、うん、あの帰りとかさ、うんうん、ここの新聞の卵をさ、入って取ろうとするとさ、うん、ダチョウのすけがダッシュできて、ね、怖いっすね。まあ、蹴ったりはしないです。よいしょ。ここの雲の巣取って。あ、引っかかったらきっと可愛い反応に。よいしょ、踊っちゃって。はいよ、ね、いいよ。さて、今回買ったピンマイクがどれだけ優秀か。おはようございます。おはようございます。
14番。あ、あら、14って不可用だよね。うん、不可用です。よいしょ。うん、生き卵レベルマックス、レベルマックス、この中で優勢弾はどれでしょう。そのそれが分かったら卵屋さんになれる。あ、育て屋さんだよな、になれる。多分ポケモンの育て屋さんもさ、それが完璧にできる人がなってる、うん、ないかも。もしかして完璧になるまでに年月が待って、みんなおじいちゃんおばあちゃんなの。サカリック。おはようございます。おはようございます。おはようございます。まだ卵がある。本当だ。すごいですね。昨日の午後はいくつだった？昨日の午後は3つ。3つか。うん。1日で4つしかなかったです。ふう。おはよう。ここも荒廃してたから入れてみてもいいかもしれない。なって、よかったね。おはよう。こいつはおとなしい、普通。でもレッドの人じゃない。人並みに威嚇はするんじゃないか。あ、ごめんごめん。でも警戒心の方が強い感じか。うん。体はどのオスよりも綺麗じゃない。ああ、比較的ハゲてもいないし。確かにちょっと痩せ気味かな。ハゲるやつとハゲないやつ何が違うね。それは全く。メスがあとつかないとか、メスがオスのお尻ついてるような気がする、ハゲてるときは。たまにあれだよね、巣を作るカラスもね、うん、背中からついばみに来るよ。なるほど。カラスは追い払いたいな。よ、いて。うー、痛い。この間この餌置きに鳩が2羽いたし。あ、それは良くない。ダチョウを追い払う何かがないですかね。ダチョウには聞こえない。うん。周波数の何か。そもそもダチョウがどれだけ聞こえてるか分かんないよ。ダチョウ、耳は結構良さそうだもんね。エミューは悪そう。あら、耳はよく見えるけど。じゃあ、こっちか。なさそう。うん。おはよう、みんな。みんなおはよう。いいよ。背中に小松菜が乗ってる。あ。でもここってもう小松菜くれたのかな。うん、田島さんが言ってくれたんじゃない。じゃあもう食べ尽くしたのか。食べ尽くして背中に1本乗ってんのか。昨日から乗ってるのか。あ、でもあの小松菜光浴びてた。じゃあ昨日から乗せっぱなし。気づかないの。気づかないんじゃないかな。やば。よいしょ。ダチョウがいるパドックが増えて、見回りが結構だね。ね、ぐるぐるぐるって。
さんからうちに来たダチョウもなんか結構慣れてきて、うんうんうん、いい感じですね。いいね。どう、餌変えて気性荒くなった？え、なってないと思う。あ、でもなんか姿勢がいや前からあんな感じかな、なんかピシッとした気がする。うんうん、餌のおかげ。まあでも同じ餌あげても全然おとなしい子たちがいるわけです。プラとかね、おはよう、みんな。卵はなさそう。ないかな。まあ、スプラの場合はね、うん、一度視線をくぐり抜けてるから、ああ、比較できないか。二度とあんな目に会いたくないでしょ。どう思ったか、いつ見ても可愛いね。よし、では卵取りはこんな感じですね。はい、ということで朝の見回りでした。違う。